初めて言われた初のベトナムです。それから、今空港なんですけど、ハノイのホテルに向かいたいと。知り合いの子？知り合いだ。すげえ。よろしくお願いします。あ、青年は、うん、20万ドル120キロ、うん、ハノイまで、うん、結構あるね。2時間以上。まあそっか、分かった分かった。まあじゃあ気長に行きましょう。はい、タクシー降りて今ベトナムの街に着きまして、ここが私たちが泊まるホテルだそうです。早速入ってみましょう。いや、中国の時と違ってね、ホテルとかも予約してくれたから超嬉しい。 iPhone36、 いい匂いする。あ、なんかめっちゃいい匂いするけど、やっぱそういう文化なんですかね、東京じゃなくて。いろいろやってくれてます、助かるね。いや、ありがたい。じゃあ早速ホテルの部屋に行ってみましょう。はい、というわけでホテルに着きました。こんな感じの部屋です。シンプルホテルチェック。ここで恒例の、お、なんだこれ、俺のあれか。あ、シャンプーです。これなんだこれ、わか、フォームバス、あ、体洗うやつか。あ、ドライヤーとコンセント、トイレ、ここ、あ、これお尻洗うって言ってたやつじゃない、これお尻洗うやつ、これ、これ、多分ね、私なんか家でもあるけど、でも多分使ったことないの。あ、使ったことないの、うん、え、そうなんだ。ウォシュレットみたいなもんですかね、日本で言うと。うちの部屋は、なんか荷物入れないかな。あ、ここが、なるほどね。 OKOK、 食べに行こう。いや、マジで一安心。とりあえずもうお腹減った。お、なんだこれ、水とコーヒーと、へぇ、あ、コーヒーなんだ。あ、ベトナムのコーヒー美味しいって言ってましたよね、うん、あ、何やってるんですか。もう行くんですか、うん、もう行くんですか、うん、もう出るの外、うん、行かないよ。じゃあ行きます。ちょっと待って準備します。ああ、俺好き、ああいうの。だけど大きいサイズないじゃん。いやいや、そんなに俺、改めまして紹介したいと思います。この子がクインちゃんという子で、まあなんていうか、もう、まあ気づいてる方はいるかもしれないですけど、うるせえなこの街は。このね、あのクラクションは決して怒ってるわけじゃないらしいです。危ないよっていう合図してるだけっていうか、超危ねえ。こっち行くのかこれ、マジか、やばいやばいやばい。ちょっと待って、ちょっと待って、ちょっと待って、ピッピッピーだよこれマジで。うわー、この独特の排気ガスのプワー、匂い、うん、この子がこの今回の旅のなんか全部お金とか出してくれるんですよ。あ、そうで、さっき言い忘れたんですけど、さっき言えなかったんですけど、まあ気づいてる方も、ちょっと待って、もう結局言えないのか俺は。もう何？やば、やばいやばいやばい、ちょっとダメだ、ちょっとダメだ、危ない危ない。何やれ何やれ何やれ、なんか結婚式の前の客は何だっけ、離婚、離婚、あ、離婚だ、なんか死んでた。あ、お葬式、お葬式か。あ、そうかそうか。さっきの、なんでこんなずいずいいけるの、こんなビクビク怯えて俺は進めないよ前に。もうなんか俺はね、もう慣れたよこの匂いは。中国とかフィリピンとか、この匂いというかね。ちょっと宮崎あおいちゃんに似てませんか。俺このさ、東南アジアの国のこの活気が好きなんだよね。みんな外でなんかやっててさ、暑くても。あ、ここは美容室だね、練習してる。いい匂い。いや、もう長い。え？ウンチャ、ウンチャ。あ、
あった？お、すごい。あ、文ちゃんって書いてある、本当だ。読めるんだ。いやいや、うん。読める。すげえ、何個。いやいや、すげえ。あ、この箸俺持ってる、家に。おー、なんかワクワクするね。めちゃくちゃ腹減ってきた。てか天井低い、天井が低い、トイレが丸出し、それがベトナム。なんか間違いない。え、すげえ、電線丸出しじゃんこれ。触ったら死ぬやつ。あ、監視カメラ発見。何食べようかな。なんか人から聞くとやばいでしょ。うん、ハノイといえばみんなフォーって思いがちだけど、実際はこのブンチャっていう料理がとても有名らしいです。この揚げ物は何？美味しそう。あ、なんか春雨入ってんじゃん。そう。いただきましょう。じゃあいただきます。うわ、何これ。人からしいです。あ、汗かいちゃ。おー、大汗を。ったらいいんだろう。うん、大丈夫。面白い味がする。なんだこれ。レモンと甘いレモン。なんだこれ、全然わかんない。砂糖も塩も。え、これだって、これ麺をつけて食べる。あ、これ、うん、手なんですね、そこは。やって、ダメ。もう全然いい。で、好きなものを乗せて食べるの。うん。それもつけるの？いや、好きなものだから、もし入れば。へえ。いや、ちょっと美味しそうにななんか見た目になってきましたけど、いただいてみましょう。おつまみに塩もいいよ。へえ。いや、結構びっくりしたんですけど、あ、これ学校？めっちゃ子供たち出てきてんじゃん。子供が多いよね、日本と違って。あ、中学校。これ制服？みんななんか首につけてるけど。中学校だって。なんか警察とか普通にいるんですけど、ヘルメットかぶってなくても何も言わないっぽいっすね。で、なんかびっくりしたのが、結構白人が多いです。中国とか、あ、中国も行ったっちゃいたな。あ、ほら旅行者の。ヨーロッパに人気なんじゃないですか、やっぱこのアジアの国としては。俺絶対東京よりこっちの方が好きだもん。いや、もうちょっとさっきのね、いっぱい食べちゃって、ちょっともう歩いてお腹を空かせたいですね。あんな量で500円ってやばいっすね。やっぱハノイみんなも住みましょうね。はい、ハノイを走ってきましたけどね、今からちょっと形が特殊なお寺に行こうと思ってて、で、今日はどうやらあのベトナムでは月見、お月見の日らしいですね。まだバリバリ暑いんですけど、でも33度と言っても東京の暑さよりはまだいいかな。ちょっとやっぱスモッグとかね、タバコの匂いとかやっぱすごいですけど、まあこうやって外でみんなでいます。で、なんかあの街自体が古いみたいで、結構何百年前の建物とかがあるっていうのがハノイの魅力の一つらしいです。ねえ、俺この鳥がさ、こうやって言ってる、マジで可愛いよ。欲しいなって言ったらダメって言われちゃったけど、可愛らしい。で、なんか今からちょっとなんか自転車みたいな、タクシーみたいな、ちょっと乗りたいなと思って探してるんですけど、いいのがあったらいいな。とりあえず行ってみます。